はい、紐をね、張って、それに沿って、周りのね、土をきれいにかきました。とりあえずね、周りを固めました。じゃーん、床のコンクリート完了しました。このもんやろね、
しずつね開けていくよ。一応深さがね3センチ。これね、打ち込んだらちょうどいい感じでハマるようになってます。だいたいいい感じ。これなの？こうはまる。こんな感じ。反対からやってみるか。よいしょ。できた。こっちのやっぱ綺麗にできるわ。いい。感じ。ねえ。このね、4メートルの一番重要なね、横の梁および、基礎に使うね、材料、の加工がほぼ1日かけてできました。はい、一番重要なね、基礎の部分が取り付きました。ほぼほぼ水平キープ。
オッケー。ほら、はまったよ、ほら。わかる？はまったぜ。
ったりはまりましたよ、ね、ぴったりはまりました。 OK です。これで屋根の部品全部加工が終わりました。今から屋根を張ります。屋根ができました。こんな感じで頑丈に作りました。いい感じで